シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピをご紹介します。今日の担当はこの方、ホテルメトロポリタン秋田の岸則夫総料理長です。フランス料理のスペシャリストなんですよ。さてシェフ、今日のメニューを教えてください。はい、今日は温泉卵と夏野菜の冷たいお味噌汁です。はい、今日は本出汁で作る温泉卵と夏野菜の冷たい味噌汁をご紹介します。先ほど渡辺恵美さんも1種類紹介してくださいましたが、こちらも美味しそうですね。では材料から見ていきましょう。4人分です。卵4個、レンジで加熱する野菜としてオクラ3本、中ナス、ズッキーニが3分の1本ずつです。また生で使う野菜はパプリカ、黄色と赤を5分の1個ずつ、ミニトマト3個、大葉3枚、みょうが1個です。またお湯1カップ、味噌大さじ2、味の素本だしを小さじ2、氷水2カップ、オリーブオイル大さじ1を使っていきます。さてシェフ、なんといっても今日は温泉卵が入りますね。まず最初に、レンジ用の小鉢を用意しまして、はい、卵を1個割り入れます。そして破裂しないように爪楊枝で黄身だけにちょっとこう1個つついておいてください。穴を開けておくんですね、はい、そして大さじ3杯分ぐらい、ちょうど表面が隠れるぐらいのお水を入れて、はい、蓋をしない状態で、500ワットのレンジで40秒ほど中の様子を見ながら加熱してください。はい、簡単に作れます、はい、表面が白っぽくなった具合がいいですね、うん。次に野菜を準備します。今日はお野菜もたっぷり入ります、はい、レンジで加熱するものと生で使うもの2種類ありまして、はい、まずレンジで加熱する方から教えてください。はい、ナス、それからオクラ、はい、ズッキーニですね。ズッキーニ、はい、ね、ナスとズッキーニが3分の1本ずつ、オクラは3本使っていきます。電子レンジで火を通すんですね、はい、お水大さじ1杯ぐらい入れてラップをして2分ぐらい500ワットのレンジで加熱します。はい、しんなりしているのが分かります、はい、そして今日は生で使うお野菜も彩り豊かですねシェフ、はい、うん、今日はパプリカ2種類に黄色と赤ですね、はい、それからショートマト、ミョウガ、それから大葉をご用意しました。はい、パプリカはそれぞれ5分の1個ずつ、ミニトマト3個、ミョウガ1個、大葉を3枚それぞれ切っておいてください。ここまで準備を進めておいてください。はいはい、はい、それではお味噌汁の準備をします。スープの方ですね、今日冷たいお味噌汁なんですね、はい、まずお湯でお味噌を溶かしていきます、はい、お湯1カップにお味噌が大さじ2入ります、はい、これを溶かします。お願いします、はい、そして今日も味の素の本だしを使っていきます。顆粒タイプですのでさっと溶けて、この暑い時期台所に立つ時間が短くなっていいですよね。小さじ2入れていきます、はい、さっと溶けましたね。いい香りがしますね。そうですね、カツオのお出汁いい香りが広がっています、はい、でしっかり混ざりました、はい、冷たいお味噌汁、氷水を2カップ入れていきます。音も涼しげですね今日は、はい、これで汁の完成です。続いてお野菜を合わせていきましょう、はい、お願いします。はい、どうも。まずは冷蔵庫で冷やしておいたやつですね。電子レンジで火を通した後に冷蔵庫で冷やしておくんですね、はい、はい、そして生のお野菜も入ります、ね、うん、今日はいろんなお野菜が入って彩りも豊かですし、どうですかシェフ、おすすめのお野菜この他に何かありますか。そうですね、ネバネバですと、このモロヘイヤなんかもいいんじゃないですか。すごい、もう今日のポイントとしては彩り豊富な季節のお野菜でバリエーションが広がるということですから、はい、お好きなお野菜、冷蔵庫にあるお野菜で皆さんもお試しください。これに塩コショウをしてオリーブオイルを入れて混ぜ合わせます。オリーブオイルですか、はい、はい、香り付けで味が一つにまとまりますね。うん、少しここでお野菜の味を整えていきます、はい、彩りもすごく豊かで綺麗ですね。これをお椀に盛ります、うん、はい、もう盛り付けです。細かくカットしている色とりどりのお野菜が見た目にも本当に綺麗ですね、はい、この中に温泉卵を、これもあらかじめ冷やしておきますね。はい、入れました。そして
先ほどのスープをここで最後に乗せていくんですね、スープは。これで完成です。はい、今日のメニュー、本出汁で作る温泉卵と夏野菜の冷たい味噌汁の完成です。詳しい分量、作り方は番組のホームページをご覧ください。また後ほど ABS の公式 YouTube チャンネルにも動画が上がりますので、合わせてご覧ください。いただきます。おいしい。お出汁の風味もしっかり感じられますし、すごくお野菜もたっぷり入ってます。冷たくてとっても美味しい。これなら暑い日でもさっぱり飲めて本当にいいですね。お野菜、火を入れたものと生のものと食感が違うので、シャキシャキのものとトロトロのものとどちらも楽しめます。これはみょうがと大葉もさっぱりしていてとてもいいですね。皆さんもお試しください。今日はホテルメトロポリタン秋田の岸典夫総料理長と一緒に、本出汁で作る温泉卵と夏野菜の冷たい味噌汁を作りました。来週は野菜ソムリエプロの最上美希子さんと、玉ねぎとしらすのパリパリピザを作ります。シェフズレシピのコーナーでした。